Marvelous! いつ覚めるのか。出番だ。起きよ、エア。天の断りを知るがよい。死して敗せ。エヌバエイス。その、宣告のキャスターとのことだが、改めて言っておく。お前は絶対に私から離れられはしない。だから、いや、違う。そんなことを言いたいわけじゃない。ありがとう、マスター。その、だな。いや、言ったままの意味だ。ありがとう。石室ではゆっくり休め。あそこの回復効果は、多少なりともお前の肉体を維持させるのに役立つはずだ。お前は、私のマスターだ。私は、これと選んだ虜を死なせはしない。では、しばしの別れだ。次の戦いで会おう。何を驚く？副官が本陣に姿を見せるのは道理であろう。さて、ガランドーの肉体よ。己が真実を知らされた気分はどうだ？聞いたのだろう？魂もなく精神もない。抜け殻が己の正体だと。であれば、朽ちゆく運命を嘆くか、世界の無慈悲なる様を呪うか、というのがありきたりの反応だが。ふん。あれこれ抜け落ちていようと。あり方というものは、一朝一夕には変わらんな。常に目の前のものを第一とする。常に自身にできる最善に手を伸ばす。それがどれほど困難な道であろうと、その困難さすら気に留めん。まったく、前向きにも程があろう。まあよい。せいぜいあがけ。貴様のそのあり方が、
何かの運命を変えるかもしれん。俺からの忠告はそれだけだ。最後まで、己の愚かさを貫くがいい。はい。そうです。危険性を告げることは、あなたをいたずらに恐怖させてしまうと、思っていました。そんなことを言うのはどの口です？あなたは、わかってはいないのです。私の、そう、この私の。私の虜になってしまったということが、一体、どんなに恐ろしいことなのか。こんな風に。何を、されても、こんな風に、ぎゅっとされても、何の文句だって言えないのですよ。あなたは自覚すべきです。私の虜であるということ。私の、そんなに強く抑えていないですから、ちゃんと気をつけてください。でないと、ずり落ちて大変なことに。マスター？あまり、もそもそ、しないでください。そんな風に、そんなに、暴れては、ダメ、ですよ。でも、そんなにお好きなようなら、
我慢をします。ひどい人？マスター。こんな、私、恥ずかしいです。今日のマスターは、意地悪です。別に何もありませんが、私にとってこの石室で待機状態を維持するのはごく自然な行為です。ですから、私が沈黙を続けているのは別段不自然なことではないのです。おしゃべりをしたいけれど、何を話したらよいものか、などと戸惑うようなことは何に一つもありません。気に入っていただけましたか？富、名誉、人の求めるもののうち、自己実現の欲求に属するものを、量子で構成されたもの、なんですけど、これは、夢の影響なんです。外でサーヴァントとして戦う私、その元になった英雄の追体験、ですね。私はかつてこんな風にいっぱいの財宝を集めて眠ったようなのです。その体験がこうして再現されています。可愛らしいものがないのは残念というか、戦利品ですから仕方ありませんよね。とにかくキラキラしているものに悪いものはありません。あなたもこういうものがお好きなのです？遠慮しなくてもいいです。さあ、あげますね。全部あげますよ。ほら、ザザー！わー、綺麗！黄金の滝のようです。それとも、王様の夢でしょうか？
ほら、走り回っても無駄ですよ。私からは逃げられません。観念して、受け止めてください。地上では、金のお風呂が最高の贅沢と聞きます。どうぞ、たっぷり溺れてくださいね。私のマスター。よね、あごめんなさい。また失敗してしまいました。私、ついはしゃいでしまって、喜んでもらえるかと思ったのですが、残念です。とても。この石室についてですか？仕方ありません。質問されるからには返答しますとも。ええ、あくまで質問があったからですよ。ここは幽星本体から切り離された幽星のかけらの中。ある意味ではコクピットのようなものです。幽星のかけらは隕石ではありますが、同時に星船、宇宙船でもあるんですよ。その降下機能しかないものですが。操縦艦。ああ、馬でいうところの手綱や飛行機のレバーのようなものですね。ごめんなさい。私、また機能的な話だけをしていました。管制飛行中のコントロールは私が行います。私はパイロットではなく、制御機器の一部です。そういう意味では、操縦艦そのものと言えます。そうですね。ここは、ただ私を収めるためだけの空間ですから、常に必要最低限の広さしかありません。心配してくれるのですね。ありがとうございます、マスター。でも安心して。確かに私のスケールは魔力吸収によって変動しますが、この石室もその変化に合わせて拡張されますから。とは言っても、常に必要最低限のスペースですから、自由に動けないことに変わりはないのですが。扉はありません。だって、扉がある、ということは、それは部屋である、ということでしょ？ここはただの空間です。私はここから外に出ることはありません。だから、扉はないのです。でも、そうですね。こんな狭い空間ですが、あなたたちにとっては、巨神の寝台。部屋、と思ってもらえるのは嬉しいです。ですから、精一杯、おもてなしさせていただきます。
あなたは壁の亀裂を通ってやってきた、初めてのお客様ですもの。自由ですか？ああ、そういう風に考えたのですね。いいえ、自由なら、あなたという契約者を所有したことで、自動的に獲得できています。その質問は、私にとってはもう意味のないものですね。だって、私はこんなに自由です。サーヴァントのようにして、石室の外で活動できていますし、私にとって、とても素敵な体験です。いいえ、この石室からは出られません。ここが私の世界です。私は、外に出ないし、出ないようになっています。そういうふうに決めて。ええ、そう、決まっているのです。私からの贈り物です。どうぞ受け取ってください。拙いものですが、少しくらいは過ごしやすいかと思って。用意してみました。お気に召してくださると嬉しいです。回復効果は森の時よりも少しだけ上昇しています。ゆっくりお休みください。それじゃあ、おやすみなさいませ。どうかいい夢を。可愛くて、少しだけ意地悪な私のマスター。
ご気分はいかが、ですか？もう石室の中は自由に移動して構いません。あの檻は、これで廃棄処分です。居心地が特別に良いというなら構いませんけど、やっぱり、閉じ込められたままなのは、嫌、ですよね。手に、この手に閉じ込めたままだと、いつあなたを破壊してしまうかわかりません。だから、いいえ、本当のことを言うと、どうしていいのかわからなかったのです。あなたは人間です。脆くて、儚くて、少しでも力を込めれば、すぐに消えてしまう。そんなあなたを前にして、私はどう振る舞ったらいいのか、ちっともわからなくて。それで、檻を作ったのです。大切にしまってしまえば、少なくとも壊してしまうことはないでしょう。これまでの時間で、だんだん、仮面は分かってきたつもりです。もううっかりあなたを壊したりしません。あなたはただ一人の、私のマスターですから。どうして謝るのですか？その必要はありません。檻から出たとしても、いつまでも、あなたは私のマスターのままなのですから。キャスターについて、ですか？それは、どういう意味で、あなたは、そういう質問をするのです？私は、いえ、英霊としての私は、確かに十分とは言えない振る舞いをしました。でも、あれは、あなたにだって、責任のいくらかはあるのではないでしょうか。そうあってほしい。いえ、その、ですから、つまり、責任、あなたにも、ほんの、つま先くらいはありますよね。私だけのせいでは、なくて、キャスター、たまもの前、あれは、れっきとしたあなたのサーバントです。正確には、完全な電脳体を有していた頃の、あなたが契約を交わしたサーバントの一人。
私にとっては、虜にした相手の、昔の連れ合いとか、そういうもので。ですから、そんな風に質問されると困ってしまいます。落ち着かないというか、むずむずするというか。私と同じように、まっとうな英霊ではない羊でありながら、正しくあなたと契約していた存在。私と同じように、巨大な存在の端末のような個体でありながら、あなたと寄り添っていた人。そんなの、私、一言では言い切れません。ことはありません。ないはず、ありません。私は今までに、その類の感情を発生させた経験はありません。ありませんから。ありません。良いですね、私のマスター。それでは、お話はこれくらいにして、そろそろお食事にしましょうか。マルスと接続する。発射まで2秒。ディアードロップ、発動！